町の加瀬くんやねんからもう何を見の町祭りで賑やかな時に何を何を深刻な顔してもさるなちょっと混ぜたのもそういうおまはんは今フェイスブックでどえれえ美濃祭りをアピールしとる森まこちゃんやねえかな。そうやなも要はその愛犬の散歩かな。そうやなもほんでも散歩っちゅうらなやしゃん引こずっとるがちょっと疲れたよなこれも。ほんでも、この散歩もフェイスブックでは有名や。そうかな。わっちわらもこの美濃町の花見越しが大好きでなも日本一有名な祭りにしてやろうと思ってなも、フェイスブックで美濃市花見越しおいさっていうフェイスブックページを勝手に作ってなも頑張ってなも。おまはん林やにわかの練習にはちっとも今度に、アピールだけは上手やな。いいやねんかなも、まあなんといっても15年ぶりの役者やで。そうやなもちょっと緊張してまっとるでなも。おまはそんだけ一生懸命やっとるのに、観光協会の事務局長の座を同級生から奪おうとしてるやねんかな。ちょっとバレてまったかな池村さん。そんなとこでカメラ撮っとるとあのうかうかうかしとれんよ。あの人がなもわっちの同級生で抜け村修司君っていうやつだけども仕事中に観光協会の事務所でこうやってスマホいっぱいじくって、まあ、それで美濃町を有名してくんさったんやけど半分遊んでやっとるで明日から給料払わねえなもほんであれかなお前のフェイスブックいっぱいやっとるでそれで池村さんの座を狙っとるんかな。あんまり狙いたくねえけどなもああ、まあええけどわっちの話はいいけどああおまはんの悩みならあってなかったかな。聞いてくんさるか。実はなもこのわっち今年から泉町政五連の保存系の慶長に就任したんやが去年までの慶長が実に立派に務めさったでわしのもわっちも同じようにやれるか心配だよ。去年の会長っていうと あそこの服部土建の社長のサー君のことかな。サー君にできるならサルにもできる。そうかな。ましてお前ならもっと上手にできるかな。そうかな。安心人生。まあそう言ってくだれやちょっと安心やけど問題は他にもある。何やったのも今日の山の浦島社の林のことや、最近の日本と同じでまあさこれ保存系も高齢化が進んどる。そやなもまあここにおる人もちょっと年齢層は高いけどもまあ林も若い連中がちっとも育たん。そやなもわっちも車力をやっとったやなも車力もこの頃おじいばっかになってまってなも今日も山が全然動かへん。力入れとるふりしとるだけ。でちゃんとほんでも終わって帰ってきたらもビールと弁当はちゃっかり持って家帰るね。もう分かんな。まあ泉町の浦島社も、幕はきれいになってどえれ見栄えはようだったけど中に乗っとる人はちょっとみすぼらしいよな。やばかんな。鼓を持てば唾をベローンとなめて叩くおっさんはおるし下にな人形師も適当や。浦島太郎をちょろちょろっと動かして亀釣って鯛釣ってって適当にやっとる。あんでは伝統も何もあったもんやね。そこらも、まあお前言ったように車力も高齢化かもしれんが林方の中でも特に深刻なのが増え方や。そうかな。あの人たまあありがてえことに40年も増え方をやっちょんさる。まあ本当にご苦労さんのことやけどもほんでも今日の八幡様でもちょっと息が切れてきてまあいつ呼吸困難で倒れるかわっちは心配で心配でしょうがなかった。心配だなもん。まあそう悩むっても仕方ねえでなもん。今度泉町にできた新しいスナックがあるらしいでなもん。
そこへちょっとうさばらしに一緒に行ったらどうやな。ほんならいっぺん行ってみようかな。行こうかな。うん、な、行こう行こう。はい、このパンティおまんの愛犬も一緒かな。うん、うん、おー、着いた着いた。ここがスナック竜宮城かならしいな。もう、いかにも泉町らしい名前や。ほな入ろうかな。ちょっと行こうかな。なら、こんばんは。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お、いやー嬉しい。開店して1ヶ月初めてお客さんが来たの。わっちはスナック竜宮城オーナーの高崎やだもん。これもフェイスブックで有名や。そうやな。もう皆さんこんばんは。わっちはこの店のナンバーワンホステスの乙姫やんな。はなんやこの店は。こんなプロレスラーみてえなマスターに、なんやら落ち着きのねえ薄気味悪いホステス。こんな店はそら客は入らん。わっちもまあ帰りたなった。ほ、見ての通りの風貌やもんで、うん、みんなぼったくりバーや勘違いして帰ってまうやで。うちの店は、メールを変えて座って10万、ビール1本1万って決まって1万。マスター、それをぼったくりスナックって言うやろ。もうわっちはこのフェイスブックに泉町にぼったくりスナックが出てアップしてみんなに注意を促すわな。はい、なあお前、そんな堅いこと言わんと、まあ、ゆっくりしていってくんせ。この店の看板メニューはナンバーワンホステスのこのわっちの女体盛り屋でゆっくり堪能していくぜ。お前、ナンバーワンホステスって、うん、うちの店は、うん、女の子一人しかおらへんで、そうみたいなもん。永久にナンバーワンやねんかな。まあこんな色気、お前みてえな色気のねホステスの女体盛りなんて、うん、とても空気はせんわな。わっちはちょっと悩み事があって、うさを晴らしに来たけども、悩みはますます深刻になってきたわな。どうやな。まあいいよ、まあ、悩みがあるんかな。おやな。同じ泉町、ご近所のよしみで、わっちんたが悩みを聞いたるで、行ってみせ。おうやな。まあまあまあ、こんな大勢おる中で、言えるわけねえで、まあ、今日夜アフターで、ちょっと突き当たりで、ちょっと、ホテル行って、夜のベッドでちょっと教えてくれ。ちょっと勘弁してくれ。あがまこんな薄気悪い人と一緒なら、大勢の前で喋るで言わな。皆さん聞いてくれ。まあ実は各で浦島社の林のことで悩んでる。その中でも増え方が特に深刻や。そういうことかな。うん、わっちもこの体やし、シャリキくれしかできんわな。うん、そやな。それも美濃省の小敵で縦笛しかやったことないしな。うん、まあわっちも横笛はできんが、うん、横チンで尺八はできるわ。できるかな。まあちょっと考えながら、うん、あ、ええ案がある。うん、案があるわ。乙姫ちゃん、うん、お前そういう口先だけ言ってな。もう余計しかけて黙ろうと思ってないかな。ほんとフェイスブックでドスケベホイホイ注意でてまたアップしてやるかも。うそやねえなの。こうかな。うん、こうかな。まあ、おまはんすら尺八が得意なだけに口先は得意みてえやけども、まあ話半分で聞いたるで言ってみせ。それはな、この店の開店記念品っつうものあるで、それはもう、あの、泉町の登録店保存管理審査に渡しにくい。うん、記念品って、まあ、1ヶ月も客が来んのに、まだ残ってるんかな。うん、残ってるんやな。スナック竜宮城だけに、玉手箱があるかな。玉手箱、それは中から煙が出てきておじいさんになってまう、あのおとぎ話のやつかな。そんなもん誰も信じん。いやいや、玉手箱一つあれば絶対に増え方ができるわな。それはまたどうしてや。さあ、玉手箱開ければな。
ふける罠越境。